繰り返しの日々に安心してるだけじゃ、何か起きた時何もできないんだって。私も立ち向かう力が欲しいです。ぜひ阿賀様にお供させてください。これから各地の異変を報告するためにベイル城に向かいます。ずっと外の世界に憧れてたんです。伝説のモンスターと戦ったり、幻の秘宝を探したりできます。損断してたら何日かかると思ってんだ。フェザーは目がいい、読めも聞く、大丈夫だ。ビビビッときた。いやって言ってももう一緒に行くもんね。これもシーカーになるための試練だ。違うけどね。やっぱりだ。素晴らしいです。なんだこの人。そうなんですけど。何を、お前何してんだ。そういえば羽賀さん、今は一人っておっしゃってましたよね。仲間がいる。僕の昔からの仲間。みんなを救出できないか、いろいろ試してみてくれないか。ナミコさん、ビビってたじゃん。めっちゃびっくりしたんだけど。楽しんでおこうかな、と。たった一人で立ち向かってるんですよ、羽賀さんは。俺が直接行って話してこようか。挨拶代わりのサプライズ。女連れでは相当増えはいけない。私も久しぶりに頑張っちゃおっかな。どうなってんだ。バフもらっていいです。ウィンドシールド。バケモンが。羽賀さん、頑張ってください。よし、行こうニコラ。繰り返しの平穏な毎日、それで問題ないと思っていました。